金曜日、あ、金曜日じゃない、水曜日のご挨拶は、いや、ごめんなさい、山本豪雨でございます。明日から3連休、ちょっと連休の数調べてなかったですけれども、連休の前の日のご挨拶でございます。田端からもう西日暮里、日暮里と歩いてきたんですけど、ほぼピーポーが鳴ってますので、ちょっと今日は1分程度でご挨拶ということで、お帰りなさいませ。私が札幌に初めて今日で降り立った時にスーツケースで行ったんですけども、もう12月なんですけど、雪バンバンで積もってたので、もうスーツケースがこう転がんなかったですね。転がんないので持って事務所まで行きましたけれども、雨であれば転がりますので、皆様日暮里に降り立った後はですね、ゆっくりとこの雨をしのいで、日暮里いい宿がね少しずつ増えてきましたので、ゆっくりしていってください。お疲れ様です。山本豪でございます。ありがとうございます。温かい笑顔をいただいて、また私明日から頑張ってまいります。山本豪、5月5日は子どもの日の演説会を予定しています。荒川各地回って、できればね東京都中、お疲れ様です。山本豪でございます。で、しっかりと次世代の応援団長として私が意味がしてなんか今服が意味もなくありましたけれどもね、葉っぱ60枝で頑張ってまいります。山本豪雨末広がりの8ですね。2回かけたらもっともっと無限に広がっていく気がします。山本豪雨の水曜日の連休直前のご挨拶でございました。まあ、お気をつけてお帰りなさいませ。それでゆっくりしていってください。お疲れ様でございました。